中川博隆の見えるラジオ、皆さんこんにちは、中川博隆です。見えるラジオ第128回目の放送でございます。下白石翔也君からですね、また怒涛のリクエストがやってまいりましたです。こなしてもこなしてもまだまだ増えるという、読みましょう。こんにちは、下白石翔也です。毎週見えるラジオを見てます。9月5日は僕の誕生日で24歳になりました。おお、24歳になりました、おめでとうございます。リクエストがあります。歌うテクテク座の最初から最後まで見たいのと、ちょっと画像があんまり良くないんでね、あれ、みんな友達のミュージカルの風景が見たいのと、みんな友達のミュージカルは、見ていただこうかな、もうちょっと後になったらね。夏の始まりだの生歌が好きなの、聞きたいです。リクエストお願いします。それで、まあ得意のこの絵はね、送られてきました。すごいですね、真ん中の人はこれ新澤敏彦さんなんですよ。それからですね、こんな、中川博隆さんこんにちは、下白石翔也です。毎週楽しみで見えるラジオを見ています。リクエストが何曲かあります。アンデスの親不孝声のレコーディング風景が見たいのと、これはありませんね。歌うテクテク座の最初から最後までの風景が見たいのと、これは画像が良くないんで、ロック魂が聞きたいのと、新しい新曲来たね、夏が来る時が聞きたいのと、トレアボーステン10周年コンサートの世界中の子供たちと、子供たちがと、カエルの緑ちゃんと、不思議な卵と、友達になるためにと、あとサボテンを知っているも聞きたいです。リクエストお願いします。またどんどん増えちゃったんですよ。それからおはがきも来ました。読みにくい。中川博隆さんこんにちは、下白石翔也です。見えるラジオを見てます。リクエストがあります。うさぎのブギウギです。よろしくお願いします。また新しいリクエストが来ました。じゃあ今日はですね、トレアの、コンサートからカエルのミドルちゃんを見ていただきたいと思います。ちょっと待ってね、あ、違った、これはピアノですじゃない、はい、でしょう、はい、私のこれピアノです。ピアノは全国どこ行ってもあるので持って歩いてません、当たり前です。あの今日はですね、こう見てください、こちらカメラさん、こちら、なんだっけ、ベーゼンドルフだ、ベーゼンドルファーです、はい、そう、ベーゼンドルファー、ありがとうございます。これは DX7 と言いましてですね、この DX7 は、いろんな音が入ってますよ。下にあります、これがですね、TG もしくはモジュールというんですけれども、モジュールの方にですね、こういうピアノの音でありますとかね、それとかバイオリン、ゴリラがどんどんの時の音とかね、いろいろあるの、カエルのミドリちゃんの、ご機嫌ケロケロ、さ
もう一人の長女連徳武直樹くんからもおはがきいただいております。中川さんこんにちは。僕はまだまだ気になることがあります。1990年頃のライブの毎年1曲目のキャベツはキャッキャッキャという曲の時のステージがどうなっているのか気になります。前書けなかったかな、まあ長いんでその触りのところだけちょっとご覧いただきたいかなと思います。そしてカラフルというアルバムの色鉛筆という曲は何年から何年の間に作ったのですか教えてください。これは2000年の11月、2000ちょうどね、11月に作って2004年の7月に、アルバムにいたしました。じゃあどっちしようかな。キャベツはキャキャキャちょっと見てもらいたいと思います。Ladies and gentlemen, and for Chan and Yoshi, ようこそいらっしゃいました。Let me introduce to you very special, marvelous, splendid, very とても素晴らしい、面白い、元気、元気、元気な Showtime! それでは紹介いたしましょう。みんなのバン、トラヤ・ボウシテン !1、2、3、4! お見かけ通りの悪性で、そう思い、やこらせどっこいせこんこんちとおらやもして、歌にパネルに遊び歌、時間来るまで勤めましょう。誰でもいいからね、隣の人、前の人、横の人、お父さん、知らない奥さんでも構いません。さあ思いっきりくすぐっちゃうんだよーって、まだだよ
まだだよみんな、まだだよ。何を焦ってんだお前たちは。そういうところがまだ子供だって言われる。あ、子供だもんね。しょうがないじゃね、コウタ子供か、まだしょうがないや、構えて。もうみんな構え方が弱い。いやーしーわー、やっと二人きりになりましたね。あ、二人じゃなかった。さあみんな思いっきりトゥルースをくすぐっちゃうよ。せーの、いけー。もっといけー、思いっきり。僕はいつも気になることがあるんです。超常連徳武直樹くんのハガキの書き出しですね。僕はいつも気になることがあるんですと必ず書いてきますけど、そういうコーナーを作ったらどうかなと。いわゆる Q&A で、中川に聞きたいことがあれば、僕はいつも気になることがあるんですっていう書き出しからですね、メールを送っていただくと。おはがきでももちろん構いませんけど、そうやってなんかこう見えるラジオが皆さんのこう広場になると面白いんじゃないかと考えましてですね、新コーナーを作りました。早速ですね、メールが来まして、藤本義秀さんという、お殿様シリーズの編集の方ですけれど、僕はいつも気になることがあるんです。踏んだり蹴ったりと言うけれど、どちらかというと踏まれたり蹴られたりなのではと。あ、確かにね、踏んだり蹴ったりってな、嫌なことが続く、泣き面に蜂みたいな、ことでありますか、言い方でありますけれど、確かに、本当に踏まれたり蹴られたりは正しいかもしれないね。ただこの間ね、自転車乗っててうんこ踏んじゃったんですよ。あと机の足を蹴飛ばしたりなんかして、小指がすごい痛くなったりなんか、まあ、そういう、まあ、踏んだり蹴ったりの、まあ、嫌なこともあるんですけれどね。まあ日本語にはたまに、時間が経つことで意味が変わってしまうっていうようなことがありますけれど、ちょっと思い出したのは、憎まれっ子世にはばかるっていうね、憎まれっ子、憎まれような子がなんかこう世の中にダーンと出ていくみたいな、ことを技でありますけれど、はばかりっていうのはでももともとはトイレのことでね、やっぱり家の中でも ひっそりしたところに隅っこにあるわけで、まあ、ひっそりした感じがはばかりっていう言葉にはあるんで、憎まれっ子世にはばかるって、ちんまりしちゃって そのまんまな感じで、それ逆になっちゃったんだよ、あれ不思議な言葉なんだ。他にも何かあったような気がするんだけど、ちょっと忘れちゃったんだ。また思い出したら紹介したいと思いますけど、このコーナーこんな感じでいかがでしょうか。乳酸菌の高ぶる見えるラジオ。松村慎吾、ライブの時は松村慎吾スターって言っておりますけど、その松村とですね、しりとり雑談っていうのを行っておりますけど、その続きをご覧いただきたいと思います。今日はですね、しりとり、雑談ということで、ガーガーズの松村さんを、はい、お呼びいたしまして、はい、続きからやっていきたいと思うんですけど、それやる前に、最近はどうですか、仕事の具合は。仕事の具合ですか、うん、ありがたいことに、ずいぶんさ、はい、顔の大きさ違うんだよ。同じぐらいの顔の大きさにしてくんないかな。どうもうちょっと近づく。いや、僕も近づくとこの座高の高さが目立っちゃって実はね、僕たち同じ椅子に座ってんですけどね、
なんでこんなに座高が違うんだろう。はい、身長いくつ？167です。俺176だよ。普通俺の方が高くなって普通だよね。座高一なんだ。座高一なんです僕。じゃあちょっとじゃあ俺と同じぐらいの顔の大きさにしてみてよ。もう頭見切れちゃって。すごいな。じゃあ、まあ、じゃあ同じ位置に戻ってもらって。はい。なんか上からな感じだな。そういう分。はい。はい。じゃあどこまで行ったんだっけ？カンケリのリ。違うよ。あの仕事の具合聞いたんだ。そうだ、仕事の具合聞いたんだ。調子いい？そうですね。公演もあのガーガーズ、ガーガーズに来てくださいっていう人いるの？あ、はい。ありがたいことに。どういうところから来て？あ、保育園幼稚園がやっぱ多いですけども。全国の？そうですね。すごいな。はい。今度あの富山にも。初めて行かせていただきます。全国またにかけてまたが避けて知らないやつとっていう、はい、いう人が いましたけどね、俺たちだトライの時の一人避けてますっていう一人さ避けてたのだから、ね、はい、そうですか。からあの翼くんのお供で行ったりも、はい、たくさん行かせていただいてます。そうなんだよね、はい、忙しい。それで週1ぐらいで、はい、なんか配信もしてるでしょ。あ、そうですね、配信も土曜日に配信してます。くだらないんだろどうせまあちょっとそう、あ、俺見たことないんだけどさ、はい、今度見させてもらおうぜひ。なんか顔に色塗ってあのワーワーやるのは終わったの？あれ あれはもう結構当分やってないですね。当分やってないって言うからちょっと違うと思うんだけど、ね、しばらくやってない、ね、あ、そうです、そうです。じゃあ続きやってみようか。はい、しりとり、はい、うんうん、僕が関係りで終わってたので、うん、中川さんのりからり、はい、じゃあリンゴって言ってないよね、まだリンゴまだ言ってないと思います。リンゴでやってみるか。リンゴ、うん、はい、あの柴田彩子さんのリンゴの木子供クラブっていうのがあるじゃない。はい、見たことある？行ったことある？今度行かせていただきます、10月に。なんで、はい、なんで、以前夏のセミナーで、うん、あの翼さんのとご一緒に行かせていただいた時に、うん、ご挨拶させていただく機会があって、うん、ちょっとあの見学させていただきたいんですっていうふうに、はい、言ったんだ。はい、したら喜んだ。あ、ぜひ遊びに来てほしい、って言わなかった。言わなかった。それは大丈夫でした、ね、はい、ウェルカムな人だからね。はい、ね、リンゴの木子供クラブっていうのはもともとは柴田愛子さんと市川雅美さんっていう方とで俺3人で作ったんだね。はい、で愛子さんも幼稚園の先生を辞めたばっかりで、で市川さんも保育園の先生辞めたばっかりで、俺も辞めたばっかりで、それでまあ学研なんかの幼児の指導とかっていう雑誌があって、そこで遊びを提供したりね、いろいろ考えてやってたんだけれど、子供も見てないのにそんな提案なんかしたら失礼じゃないかっていうんで、うん、なんか子供たちを見る、機会っていうのを自分たちで作ろうじゃないかって言って、はい、まあそんな話をしていたら歯医者の御曹司がいて、深田さんっていう人がいてね、その御曹司があの町田に、歯医者さんがあって、でそこの隣にプレイルームを作ったと、はい、うん、で子供たちに遊んでもらいながらやっぱり子供の、あの歯の指導もするみたいなね、なんか医療と教育を一緒に考えたいっていう見上げた人がいてさ、はい、まあ歯医者さんじゃない、ただの御曹司なんだけどね、まああの理事長みたいなことやってたの。あ、それでその人がそういうその場所を提供しようって言ってくれたのよ。はい、あ、それでみんなで見学していて、あ、ここだったら保育できるねみたいなことになって、それで
でまあそういうそこに事務所構え、あの子供リンゴの木子供クラブっていうのを作って、はい、うん、やろうじゃないかっていうことになったんだけどさ、はい、そこにやっぱり電話番って必要じゃない、やっぱいろんな音が、はい、入会したいんだとかっていうその電話を受ける必要で、どうしようかって言ったら、俺はね、あの小山台保育園っていうところの、あの管理人さんやってたんだよ。はい、中川さんがですか。うちが、中川家が。あ、家が、はい、家が、家が家が、そう、あの2人で結婚して、まあ俺も保育園辞めたし、まあ、経済的にはまあ惨憺たるありさまだったわけだ。でそんな時にね、あの保育園の管理人さんの仕事が、仕事っていうか、あの話が来てさ、はい、で奥さんが品川区 の、 あの学童クラブの先生やってたから公務員なんだな。うーん、片っぽが公務員だとそういうところに住める、しかも家賃がただ、それも引っ越そうっつってでもうすぐに引っ越して、はい、でまあそしたらまあちょっとあの子供ができたりなんかして、でまあ子供を預けながらあの働くこともできたんだけど、うちの奥さんはね、あの子供は自分で育てたいっつってさ、うん、仕事を辞めるって言うんだよ、はい、もうかなり彼女 の、 あの経済力に頼ってた部分があったけどさ公務員さんで辞めるんだ辞めるってことは、しかもここを出なきゃならない、保育園の管理にできないわけ、はい、で出なきゃならないってどうしようかって、まあさ、まあ この、まあ、この先どうなんだろうなと思いながらもさ、まあ、そこを出ることになって、だからどこ行くんでも構わなかったんだけど、じゃあ町田の電話番をやるよって、はい、ね、うちの奥さん、はい、言って、その町田の近くにアパート借りて、はい、でそこで電話番を始めたわけ。それが4月1日ね、はい、1982年の4月1日に始まったんですよ。で、うん、それでそのお腹のが大きかったんだけど、そこで電話番してたんだけど、うん、その8月になって子供が生まれたんですね、はい、それが中川海さんっていう私の最初の子で、はい、娘が生まれたね、だから娘が今年なんと40になったんだけどさ、そういうことですね、うん、そういうことですねっていうかまだなんだけどさあのそう、娘が40になったってことはリンゴの木子どもクラブも40周年を迎えたっていうことなんだよ。そういうことなんですねそうだろう、そこで言うんだろう、うん、だからあのうちの娘の年とリンゴの木の年は一緒なんだな。で、うん、そう、うちの娘も愛子さんに、保育してもらったし、でその後新沢が次の電話番にやってくるんだけど、あ、その新電話番、そうですね、電話番で新場所が変わってからね、はい、そこまあいろいろあって青葉台というところに引っ越して、うん、そしたら、うん、今度新沢君、あの愛子さんが誰かいないかしらねって青葉台に引っ越して、で、うん、誰かいないかしらねって言うから、あの新沢俊彦って暇にしてるやつがいるから、そいつだったら来てくれんじゃないかって言って、その人掃除できるとか言うんだよ、はい、新沢に、あ、なんか掃除できるかって言ってるけど、あの掃除できるかって言ってる、できますって言うんだよな、はい、うん、でもう行ったんだけど、新沢が行くと行ったところガンガンこう汚れていくわけ散らかっていくわけ、もうどんどん増えて全然仕事できないよねみたいな、掃除できないわねみたいなことを愛子さんこぼしてましたけど、まあ保育の経験もあるんで愛子さんの助手となってね、はい、保育もしてた。ああ、そうだったんですね、うん、でそこであの、うん、面倒見てもらったのが海太郎くん、次男、はい、長男、3つ離れた長男だから、そうで、もう俺はリンゴの木のまあ秘密の時間っていうクラスを作ってね、秘密の時間、うんうん、はい、山手線一周してみたりさ、あ、親父の職場ちょっと訪ねてみたりさ、あ、その子、うん、その子のですか、そうそうそういうような、まあ何やってるか分かんない、あのよく親御さんもね入会させてもらえたんだけどさ、
うん、楽しそうです。まあ、まあまあそんなことやりながら、はい、でまあトライア防止店が結成されて忙しくなっちゃって、もうリンゴの木にこうなんかねあまり行けなくなっちゃって、うん、もう今はもう本当隠居の木なんですけど。いやでもあの本当じゃあリンゴの木がこうね40年も続いて今もうね、うん、長蛇の列でもう入りたい人が待ってるっていうこと聞いたことあるけど、関係のリでリンゴの木になっちゃった。あ、木いいや。リンゴの木っていうのはねもともとね歯医者さんってさリンゴのイメージあるじゃない。ない。リンゴのイメージですか。うん、でよくあの歯医者さんのところにリンゴの絵が描いてあるっていうのに看板にさ。へえ。うん、なんかリンゴをかじれるみたいなその健康な歯っていうそういうイメージがねリンゴにはあって。で、ね、深田歯科もそのリンゴの木リンゴの木っていうなんかそういう法人グループがあったのかな。あ、うん、それでリンゴの木ってどうかみたいなことを深田さんから提案されたんじゃなかったかなと思いますね。でいいし、はい、リンゴの木の下でっていう歌もあったりして、うん、いいんじゃない。ビートルズもリンゴだしさ。そうですね、うん、リンゴっていうのはねアダムとイブもほらリンゴを食べちゃったでしょ。そうですね、禁断の果実、禁断の果実食べたっていうんで、うん、それで地上に落とされたんだっけ。そうです ね、なんとか天使、打天使、打天使違うか、追放、ね、追放か、楽園追放。あ、よく知ってるね、楽園追放の方。あ、違う、四文字熟語じゃない。うん、でまあそういう象徴でもあるわけよ。はい、それとかほら万有引力を発見したのはニュートン。知ってるじゃない、新しい豚。ニュートン。ニュートンね、うん、そのもうリンゴでこう発見するという何かというとこうリンゴっていうのは始まりのなんか節々に出てくるな。本当ですね、うん、でビートルズもコンピューターもアップルっていうのはさなんかいいんだよな。ああ本当ですね、うん、でジョン・レノンが言ってたんだけどビートルズ日本ではね、はい、ビートルズの中で一番有名なのは俺とかポールさんじゃないんだよ、リンゴが一番なんだよ。なぜかっていうとねアップルのことを日本語でリンゴって言うんだって言ってたって話があるけどね。確かにでもそうかもしれないです、うんうん、今度ライブやるんだよな俺たち。はい、うん、もう発表していいらしいんで発表しますけど、はい、10月の22日に、なんだっけ青山マンダラ、青山マンダラね、うん、はい、でヒネルズの全部オールディーズしか歌わないっていう、ライブをやるんで、その時のドラマーとしてですね、シンゴスターが、はい、来ます。はい、ね、うん、いいよなかなかね。はい、うん、でこれいつ放送になるんだっけ、ね、もう終わってる頃。いやいや、だいぶ遅い情報になっちゃうかもしれないんだけれど、まあ、その前にもう言ってるかもしれませんね。そうですね、はい、改めてっていうことっていうね、はい、過ぎてたらなんですよ。シンゴスターはいね、うん、その表情ちょっと考えようね、そうですね、決めが、うん、僕のあれがないです、ね、変なやっちゃったことあったらあれよくないよ、はい、皆さんに言われちゃった、皆さんに言われちゃった。リンゴで何かあるの。え、あ、それこそやっぱりリンゴスターのイメージだったので。あ、そうだ、はい、結婚式でだってあれ歌ってたもんな、オクトパスガーデン。オクトパスガーデン歌いました。珍しいよ な, な, いよな。あの曲可愛いですよね。可愛いけどなんだっけ、タコニアサブマリンになったから。そうですね、タコニアサブマリンってのはオクトパスガーデン、ね、はい、うん、じゃあリンゴの語見えるラジオ第128回目の放送いかがだったでしょうか。最後に今月の歌 I'm Busy Boy 聴きながらのお別れです。また来週、さようなら。
いつだってとても忙しい君のことを考えるで忙しい I'm busy boy 車に乗っている時もコーヒー飲んでいる時もいつだってほら君のこと思ってる思ってる僕はいつだってとても忙しい君のことを考えるんで忙しい I'm busy boy これぽっちも暇なんてないどこにいたって君のことを気がつけばほら君のこと思ってる思ってる忙しい君のことを考えるんで忙しい I'm busy boy